この暗澹たる発見の後、曹操と北側のトンネルや深淵について考えたということで、多くの人々が我々のことを狂っているばかりか冷酷な奴らだと判断するのだろうが、ある特殊な状況が我々の上にでかし、そこから新たな推測の連鎖が繰り出されることになったのであり、さもなくばそんな思考が即座によみがえることはなかっただろうとは言っておきたい。我々は哀れなゲドニーの上に防水シートをかけ直し、混乱し目前としていた。その時、ついにある音が意識に昇ってきた。この世ならぬ高みから吹き下ろす山々の風がかすかに響く外界を離れて以降、初めて耳にした音だった。それらはよく知られたありきたりな音だったのだが、この隔絶された死の世界にあっては、おそらくいかなるグロテクスなあるいは法外な音にも増して思いがけなく、また神経に触った。宇宙の調和という概念全体をいきなり転覆させるような音だったのだ。もしそれがレイクの冒険報告から他の者どもの声として予想されるような広範囲な調子にわたる音楽的な笛音の、キャンプの恐怖を目にして以来、張り詰めた想像力のせいで風のうなり声一つにも聞き取ってしまうようになった音の、気配を止めていたなら、我々を取り巻く英語の使徒との間にある種地獄めいた調和をもたらしたであろう。時代を隔てた声は時代を隔てた墓所にこそふさわしい。ところが、実際にはその騒音のせいで我々の中で大いに進んできたこの地への適応が粉々になってしまった。我々は無言のうちに南極の内容は前期あらのであり、無菌の月面並みに通常の生物の痕跡すらない失われた地だとしていたのだ。その者どもの超自然的な強靭さに助けられ、育成層を照らすことがなかった極地の陽光が、古き地球の埋蔵物におぞましい反応を弱気したのだが、聞こえてきたのはそんな冒涜者の伝説的な音調ではなかった。そうではなく、あざけるがごとく正常であり、ヴィクトリアランド沖の航海やマクマード湾での宿営の日々にあまりにも慣れ親しんでいたため、それのことを考えるとかえって背筋が凍った。ここはそんなものがいてはならない場所ではないか。一言で言えば、単に一羽のペンギンがギャーギャーと耳障りな声を上げていただけなのだが、押し殺した音の元は氷面下の奥深くで、我々がやってきた通路とはほぼ正反対の位置にあった。明らかに巨大な深淵への別のトンネルがある方角だ。そっちに生きた水鳥がいる。そこから地表に出れば幾時代を経たどこまでも命なき世界だ。ということから導かれる結論はたった一つ。故に我々がまず考えたのは問題の音が客観的な現実か確認しようということだった。間違いなくそれは繰り返され、時折一つより多い数の喉から発されていた。我々は音源を探してある共同に入ったが、そこにはかなりの石屑が取り除かれた跡があった。再びウサギ狩りごっこの紙片を置き、ソリの上の防水シートに包まれていた予備の紙束を使った際、奇妙な剣を覚えた。我々は日の差す世界を後にしたのだ。氷の張った床には岩くずが散らかっており、何かを引きずった奇妙な痕跡を容易に見つけることができた。一度ダンフォースが一つの明瞭な足跡を発見したが、それが誰のものかは言わずもがなであろう。ペンギンの鳴き声が指し示す方角は我々の案内図とコンパスがさらに北寄りのトンネル航行としている地点と正確に一致しており、橋ではなく一階と地階を通る経路が開いているのを見つけた時は嬉しかった。図面によるとトンネルは大型の四角錐状建築物の地階から始まっているはずであり、この建物は、空中から観察した際に保存状態の良さに目が止まったものだとぼんやり思い出した。懐中電灯を一本だけ点灯しての道すがら、例のごとく山ほどの彫刻が見えたが、立ち止まってそれらを調べるようなことは一切しなかった。突然一つのデブデブとした白い姿が前方に浮かび上がり、我々は二頭目の電灯をつけた。この新探検のせいで、旗をうろついているかもしれぬものに対しこれまで抱いていた恐怖がすっかり頭から飛んでしまったのは奇妙なことである。大型円形建築物に物資を置いているからには、それら他の者どもは深淵へないしは深淵内部へ向かう偵察行の後戻ってくる予定であるはずなのに、
今や我々は彼らに対する警戒を完全に解いてしまっていた。あたかも彼らが存在したことがなかったかのように、よちよち歩く白い者の身長は 1.8 メートルほどもあったが、我々は立ちどころにそれが例の他の者どもの一人ではないと見抜いたようだった。彼らはもっと大柄で色が黒く、備えているのが陸では不利な海産の触手であるにもかかわらず、彫刻に従えば地上での移動は素早く確実だった。だが、我々がこの白い姿にさほど驚かされなかったと言っても無駄だろう。我々は確かに一時一時ある本能的な恐れにわしづかみにされた。それは例の者どもへの筋の通った恐怖の中で最悪なものにも負けないほどだった。アンチクライマックスの光が燦然と輝いたのはその白い姿が左側肩の共同の一つににじり進み、同種の他の二体と合流した時だった。例の白い姿はその二体がギャーギャー泣く声に呼び寄せられたわけだ。拍子抜けというのは、それが単にペンギンに過ぎなかったからだ。ただし未知の巨大種で、基地の王様ペンギンのうちで最も大きいものよりも大柄であり、白胡椒と事実上眼球を喪失している点とが相まっておぞましかった。それを追って我々は共同をくぐり、両方の懐中電灯をしれっと無関心なままの3羽組に向け、いずれも未知の巨大種に属する盲目のアルビノであることを見た。それらの大きさは古き者どもが彫刻の中に描いたいくつかの古代ペンギンを思い出させ、我々は時を置かずそれらが同一の種族の子孫であると結論した。疑いなくより温暖な内部に対比したため生き延び、一方そこの永遠の闇のせいで皮膚の色素沈着が失われ、また眼球が萎縮し単なる無用の隙間に過ぎなくなったのである。それらが現在住んでいるのは我々が探している広大な深淵であることを、我々は一瞬たりと疑わなかった。またこの証拠から深淵は今なお温暖で居住可能であることがわかり、我々は最も奇妙でそれとなく当惑するような想像をたくましくしたのだ。我々はまた何者がこれら3羽の鳥を普段の住処から追い立てたのだろうかと思った。大いなる使徒の状態と静寂ぶりから、そこが季節的な繁殖地であった試しはないことが明らかだったが、我々が旗を通り過ぎても3羽組がさっぱり関心を示さなかった点からすると、これらが驚いたのは他の者どもの一方が通過したからだというのはどうもおかしな話に聞こえる。あの者どもが何か攻撃的な態度に出たり、食肉の備蓄を増やそうとしたりしたなどということがあり得るのだろうか？犬が嫌った刺激臭であるが、これらのペンギンに同様の忌避行動を取らせたかというと疑問だった。これらの先祖は明らかに古き者どもと極めて長期にわたるって共生していたからだ。古き者どもが残っている間中下方の深淵の中では友好的な関係が保たれていたに違いない。これらの奇形動物を撮影できないことに、古き純粋科学の精神を燃え立たせながら、我々は歯がみをし、だが時を置かずそれらをガーガー泣くに任せ、今や存在が確実となった深淵の開口部へと突き進んだ。その方角は時折残るペンギンの足跡から正確に割り出せた。ほどなく我々は急な下り勾配の長い通路に入った。天井が低くドアを持たず彫刻を描くことが特徴で、いよいよ高校が近づいたと思わせた。さらに2羽のペンギンの脇を通り過ぎ、すぐ前に他のペンギンの鳴き声を聞いた。やがて通路を抜け広大な開けた空間に出た我々は思わず息を呑んだ。裏返しになった完璧な半球が間違いなく地下深くにあったのだ。直径30メートル、高さ15メートルに及び、全周にわたるって背の低い共同が口を開け、丸天井の対称性を損ねる形で唯一共同を欠く部分には高さ4メートル近いアーチが洞穴のように黒、戸口を開いていた。これこそ大いなる深淵への入り口だったのである。内側から見ると、この大いなる半球の急流には大廃様式ながら印象的な彫刻があり原始時代の天球図のようだった。内部にはよちよち歩くアルビノペンギンが数羽おり、よそ者の割には無関心であたりを見ようともしなかった。急な下り坂の先には果てしなく続くくらいトンネルが口を開け、その開口部は奇怪な彫刻のある脇柱と、によって飾られていた。
その秘密の高校からわずかに温かみを帯びた空気が流れてくる気がし、蒸気すら上がってくるような感じさえして、足元の底知れぬ淵と鉢の層状にどこまでも続く巨大山地内部の穴の中にペンギン以外のどんな生物が隠匿されているのだろうかと思ったのだ。我々はまた思った。哀れなレイクが最初に感づいた山頂のかすかな煙や、また我々自身が放類をいただく頂き付近で見かけた奇妙な、も同様に、地球の中核をなす計り知れぬ深みから幼鳥の道筋を経て上がってきたそのような蒸気なのではなかったかと。トンネルに入ったところで外観すると、少なくとも最初の部分は、幅も高さも5メートル弱だった。両側の壁、床、アーチ状の天井は通常の巨大石組みでできていた。側壁には伝統的な渦巻き装飾が後期の大廃様式でまばらに彫られ、石組みと彫刻は驚くほど良好に保存されていた。床面は極めて綺麗で、ただ外に出て行ったペンギンが残した若干の汚れと、内側に向かう霊の他の者どもの足跡だけが残っていた。前進するほどに暖かさが増し、我々は直に重い街灯のボタンを外していった。下の方には溶岩やマグマが実際に存在し、日の差さぬ海の水は熱いのだろうか。少し進んだところでトンネルは石組みから素彫りになったが、断面の火は変わらず、規則的な彫刻面も不変だった。勾配は変動しながら時折大変に急になり、そんなところでは床に滑り止めの溝が掘られていた。横に伸びる小さな水平坑道の高校に何度か気づき、これらは我々の図には記録されていなかったが、祈祷に当たって問題になるようなものではなく、むしろ我々はこれらを歓迎した。歓迎すべからざる存在が深淵から戻ってくるところに出くわした場合の対比書として使えそうだったからだ。その者どもが残した名状しがたい匂いは極めて明瞭だった。こんな状況下にトンネルの中へとあえて踏み込むというのはどう考えても愚かな自殺行為だったが、ある種の人々にとって、計り知れぬ者への誘惑というのはほとんどの人には思いもよらぬほど強いのだ。そう、我々をしてこの世のものとは思われない荒涼たる極地へと一歩を踏み出させたのは、まず第一にこの種の誘惑だった。足を進めながら何羽かのペンギンの脇を通り過ぎ、これから踏破すべき距離を推測した。彫刻によると急坂を 1.6km ほど下れば深淵に到達するようだが、これまでの方向の結果から、縮尺を完全に鵜呑みにするわけにはいかないことが分かっていた。400メートルほど進んだところでかの名状しがたい周期が急激に強まり、我々は両脇の様々な開口部を通り過ぎるたびにそれらを注意深く確認し続けた。ここでは高校のような目に見える蒸気はなかったが、疑いなくそれは対照的な冷気がないからだった。気温は急速に上昇しつつあり、立然とするほど見慣れた物資が存在に積み上げられた山に出くわしても我々は驚かなかった。そこにはレイクのキャンプから持ち出された毛皮やテント布があり、我々は奇妙な姿にズタズタにされたそれらを立ち止まって改めようとはしなかった。その地点から若干進むと、水平坑道の大きさと数が目に見えてますのに気づき、今や高い麓の丘の地下に広がる中密な蜂の巣構造部分に到達したのだと結論した。今、名状しがたい周期は不思議にももう一つの負けず劣らずいやらしい匂いと混ざっていた。どんな性質のものか推測することはできなかったが、腐敗しつつある有機体やおそらく未知の地底の菌糸が頭に浮かんだ。ついでトンネルが驚くほど広がって自然な洞窟めいた空間になり、これは彫刻の中で予告されていなかった。床は水平なまま幅と高さが楕円状に広がり、奥行き23メートル幅15メートルほどで、数限りない側道が謎めいた暗黒へと伸びていた。この洞窟は自然な外観をしていたが、両方の懐中電灯をつけて調べると、隣接する蜂の巣構造の間の隔壁をいくつか人工的に破壊してできたものだということが示唆された。壁は粗く高い丸天井からは瞬くの鍾乳石が下がっていたが、硬い岩からなる床は滑らかで、岩くずは愚か塵一つ残さず不自然なまでに拭い去られていた。
我々が通過してきた道を除いて、この洞窟から外に出る大きな水平坑道すべての床もまた同様であり、あまりに特異な状況なので我々は当惑するだけだった。新たに名状しがたい匂いに加わって現れた例の鼻が曲がるような奇妙な悪臭が、ここではとてつもなく刺激的で、他の者どもの集積は完全に消し去られてしまった。この場所全体にまつわる何かが、ほとんど輝くばかりに磨き上げられた床と相まって、これまで開口してきたいかなるおぞましい事物よりも一層、ぼんやりとした当惑と恐怖をもたらしたのだ。同程度に大きな高校がおびただしく開いて吐いたものの、すぐ先の通路は規則的であり、落ちているペンギンの排泄物の多さからも経路は間違いようがなかった。にもかかわらず、我々はこれ以上少しでも道筋が複雑になった場合再び後に紙片を残していこうと決めた。埃の上に足跡が残ることはもはや期待できなかったからだ。前進を再開するにあたり、懐中電灯の光をトンネルの壁に向けてみた。そして通路のこの部分に至って起きた彫刻の上における何とも根本的な変化に仰天してしばらく足を止めたのだ。無論我々はトンネルを掘削していた頃の古き者どもの彫刻が大変大敗的だったことを知っており、実際これまで辿ってきた壁面を飾る唐草模様が技巧的に劣っていることにも気づいていたが、だが、このより深い、大洞窟遺縁の区画まで来ると、突如として何とも説明できないような変化が現れたのだ。単なる品質の違いだけではなく本質の変化。これまでの観察では予測できないほど急激で破壊的な技巧の退化が、この新しく退化した作品は粗雑かつ肉太で、細部にわたるデリカシーの類を一切欠いていた。それは以前の区画にあったまばらな渦巻き装飾と同じ線に沿って、壁面を皿型に削った中に浮き彫りの形で造形されていたのだが、浮き彫り部分は周囲の面と同一の高さにまで達していなかった。ダンフォースの意見では、これらは彫り直されたものだ。パリンプセストのように、これまであった彫刻を削り落として新たに彫ったのだ。それらは装飾的かつ月並みな性格で、雑な螺旋や角度からなり、大まかに言って五分位を基調にした古き者どもの数学的伝統によってくるものだったが、伝統の継承というよりはパロディに見えた。我々はこんな思いを禁じ得なかったのだ。技術の裏打ちとなる美学的感覚に何か恐ろしく異質な要素が付け加わっている。これはダンフォースが推測したのだが、その異質な要素の一つのために手間暇をかけてこんな痴漢作業を行ったのだ。と、それは我々が古き者どもの芸術として認識するようになったものに似ており、しかしながら不穏なほど似ていなかった。そしてどうしても私にはローマ様式の真似をしたパルミラ帝国の無様な混成芸術のことが脳裏に浮かんでならなかった。最も特徴的な装飾の前の床に懐中電灯の使用済み電池が落ちているところから見て、例の他の者どもも最近この彫刻の帯に注目したのだろう。調査に回せる時間はもうなかったので、ざっと見るだけで再出発した。それでも、装飾にこれ以上の変化が起きていないか確認するためしばしば電灯の光を壁に向けはした。その種の変化はもう感じなかったが、滑らかな床を持つ横行トンネルがあまたく高校を開けていたため、ここでは彫刻自体がむしろまばらだったのだ。ペンギンの姿や物音は減っていったものの、なんとなく、遥か遠くの地中深くからそれらが合唱する声が聞こえてくる気がした。新しい方の説明不能な周期が不愉快なほど高まり、もう一つの名状しがたい匂いの方はさっぱりわからなくなってしまった。前方では蒸気が吹き出す様が目に見え、高温と低温との差がより一層はっきりしてきたことを示しており、日の差さぬ海の崖にかなり近づいたことが分かった。その時、全く思いがけなく、前方の磨かれた床の上に障害物があるのを見た。ペンギンとは似ても似つかぬ障害物だ。それらの物体が完全に動きを止めているのを確認した上で、第二の電灯をつけた。ご視聴
ありがとうございました。また見に来てくださいね。ぜひチャンネル登録またはお気に入り登録をお願いしますですん。ですんですん。